ついるとすげえ困るんだよね。わかる？この追い越しでさ、こんな俺と同じ速度とさ変わらない速度でこうやって走られると、これセンスないね。これで、こう60キロ制限なわけですよ。で、60を今めった海で、私は70キロ海好きでいいやんだよって始まっちゃった。で、これセンスなさすぎでしょ。これ横浜行ったらどうしようね。この今これ降りるんだったらまだわかるよ。これされちゃうとね。あのなんかの動画で来てましたけど、首都高は追い越しありませんからってすごいなんかどやこめ来てましたけど、それは首都高速道路が独自の解釈をしてるだけであって、道路交通法的にもありますよ、ね、お当たる。その取り締まりをやるやらないで言ったら、まあその C1 とかに限ってはってことなわけですよ。だからヘッドライトの配備問題ね、あれもあるわけじゃないですかね。だからなんかその言葉の何裏に隠されたっていうか、まあ裏に隠された何て言うんですかね、わかります？この言葉をさ、言葉通りにしか受け取れないやつがやっぱね近年多いわけですよね。夜間はハイビームして走りなさいね。いや確かにそう言ってるかもしんないけど、だからそれを全部言わないとわからないわけでしょ、ね、いやハイビームで走っておらせって言ったから走ってますって。いやそれはまあ対向車とかね歩行者いたらさ眩しいことぐらいわかるわけじゃないですか。それと一緒、うん、なんかなと思うね。すごいな君。そのまあ首都高に限ってはまあそういう独自の解釈があるわけであって、まあ1号上の6号7号とか結構白バイとか覆面やってますよ。通行区分結構やってますよ取り締まり。ほらもうこのウィッシュなんかもうセンスないよね。ほらね、もう俺も予想した通りだよね。さっきのあの2トン3トン4トン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 いろんな2トンね、あれもそうだけどさ、あいつもよかんなクーパーするのがいいね。2キロ先ね、その60キロで走ってる車をね、なんで65キロとかで抜くんだって話なわけですよね。この60キロ制限ね、60キロ制限のところを60キロで追い越しかけるバカがね、本当に運転やめた方がいいよ本当に。もうあのロケバスなんかもずっとあるじゃん。このデミアさっき入ってきたやつでしょ。ここはでもなんか速度安定しないよね。もうちょっとあれ左から行くしかないわけじゃん。こうやって1キロ先首都高速ループコイルに注意、制限速度60キロ以下です。危険です、スピード落として。すげえ声うるせえ。取り締まり機まで900メートル。ちょっと待って、声がすごいうるさいんだ。800メートル、どうしたの。700メートル、600メートル。ロケバスひどいねこれ。これなんかはもう取り締まりの対象だ。500メートル、400メートル、300メートル。通過速度は90キロ以下です。それ深夜の大型じゃねえんだからさ、さっきのね2トンの話ね。金髪のお姉ちゃん運転してるもん。
業界人っぽい。いや、ひどいな、あれは。だってあれ、ロケバス乗ってて誰一人気づかないわけじゃん、助手席のやつも。深夜の大型の話じゃ、今日は大型いねえから。お、やったやつ戻った。なんだ、詰まってきた。最後を作ったあれが渋滞吸収走行の動画だった。あのデミオももう右行ったり左行ったり、もう目障りだな。あの分かる、ハンドルクイッてやる、あの信号変化の仕方、あらも下手なやつ。真横に移動しようとするから、こっからこっち左行くんだったらさ、十字の方向にスーッて行きゃさ、もっとスムーズにできるんだけどさ、あんなへつい最近免許取りましたみたいにグイッて言うんださ。こんなところで来るの珍しいな。あのね、首都高、渋滞、ほんとね、わけがわかんないで、まあ、東名もそうですけどね、まあ、そういうの多いよね。だってほら、結局今渋滞の原因なんだと、なんか、もううぜえなのデミ、ほんとに。渋滞の原因なんだったって話は、今のはだから減速の衝撃波ですよ。誰かが無駄なブレーキを一回踏むからパッ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 パってきて、10台11台12台目ぐらいであれ一時停止するわけですよ。やってね、だから俺はこうやって車間いつも開けてんのよ。だからこれ俺までぴったりついてたらさ、俺の後ろの車止まっちゃうよ。まあコメントでくるくる、そのなんか車間距離近い人はなんかその入られるのが嫌みたいなこと言ってるけどさ、あ、なんかその他人の話でねみたいな、うちのお母もそんなこと言ってました。なんか言ってることはわからんでもないけど、取締機まで900m、800m、700m、600m、400m、300m、 カメラが右側です。通過速度は 80km 以下です。この先首都高速急カーブが続きます。とかもそうだけど、もう一年中同じところでさ渋滞して、一年中同じところで事故ってんだよね、あれね。歩道がやばいやばさ、ほんとひどいよね、あれ。2km 先、首都高速 LA
じゃあどっちから行こうかな。注意してください。じゃあ、あっちでよっかな。取り締まり機回避しました。実際どっちが早いんだろうね、湾岸に一回出るのとさ、ね、2キロ以内首都高速湾岸が空いてれば湾岸に行った方が早いのかなって気もしなくもないけど、豊橋なんやこの感じ。いやこれ帰りきついな。西行き1キロ先首都高速 LH システムに注意、制限速度60キロ以下です。危険です。スピード落として取り締まり機まで900メートル、800メートル、足立、さあ足立プリウス攻める。700メートル、なあやっぱプリウスなんだよ。600メートル、まあこの今3台連なってる、今 Z は戻ってるけどさ、スバルなんだあれ MVP なんだ、このプリウスっているけどさ、よく追いつかれた車のね義務違反ってよく聞くけどさ、あれって確かあの法定速度内で走ってる車に適用されるだっての気がするんだよね。通過速度は90キロ以下です。まあ仮にまあそれは置いといてだよ、まあそこでスバルがいて、ね、松田がいてプリウスがいるけど、じゃああれ誰が悪いのかってなったらさ、結構難しい問題じゃないですか。思いません？思わない。いやあのスバルが先頭で先頭固定してるなら分かるよ、その先頭の前にも車がいるわけじゃないですか。だからあのスバルがあそこで80キロまで走ってようが120キロで走ってようが、自分の前に車がいるわけだからさ、結局ねスバルは足止めされるわけじゃないですか。難しい難しい。あのあれあの圏央道の俺のあのほらあの足早のブレーキやんじゃん、ダンプのもうあれなんかがそうじゃん。あれ俺がさ先頭こう裏返した、俺が先頭固定してんなら分かるよ。こっからさ、赤い、なんだ、ゴルフぐらいの距離にいるんだよ、俺の前に車が。それがいるのに、お前が追い越しから戻らないから、つって。いや、ちょ、待てよ。動画であれだもんね。実際走ってる多分何もわかんねえんだろうなって思う。まあいいわ。ちょっと、ね、話のネタがつきちゃったね。あんま長くても。の車を65キロで抜くのはやめましょう。本当にアルセンスゼロ。はい、お疲れ様です。この先